調子がよろしくない日もあるんですよ。まつげの話です。まつげの話です。どう？どう？土屋さん、良平さん、ゆうちゃん、ピロシさん、ゆうちゃん、だっこありがとうございます。イヤホンね、これもう多分充電ないよね。ギリギリあるかも。外してケースに入れてなかったっけ。ケースに入れていなかったので。人によるんかな。気になってる人もおれば、気にならん人もおる。慣れですかね。私のルームにどれだけ来ているかで、慣れているのか、慣れていないのか、変わる。今日画面暗くない？なんだよ。まあいいや。まさひろさん、赤いるさんとさん、たこーありがとうございます。静かすぎて落ち着かん。まあさ、そんな喋らないからね、配信で。ベラベラとは。まあ喋るときもあるけど。そんな喋らないから。話し会決済してよーんって。ありがとうございまーす。今日ね、ストーリーにも言ったけど、昨日ね、あのベーグル屋さんにも行ってベーグル買ったんですけど、ベーグル5個ぐらい買って今日2個食べた。すぐ。
ベーグルはね、パン屋さん、パンの中でも、サラの中で結構好きなので。でも昨日のお店がたまたま安かっただけで、他のベーグル屋さんもっとね、高い。まあ分厚さが、昨日のところはそんな分厚くなかったけど、そう、広島でも2店舗、サラが好きなお店あるけど、それとかは結構するんよね。あ、でも、400円とかするところもあるし、昨日のところは確か比較的安かったかもしれない。ベーグル屋さんは大体どこも種類がいっぱいある。スコーンはスコーン。スコーンも好きやけど、ベーグルはもともと、もうハマったも何も、もう、一面です。もうもともと好きなんで。甘いもの。木曜日、今日木曜日か。今は何か甘いもの食べたい。でも何が食べたいとかは全く分からん。ベーグル、服部ベーグルってお店。岡山はね、結構ね、あるんよ、多分。多分っていうか、他にも、いっぱいあるんよね。結構、カフェとかも、あるイメージ。しかも、何気にっていうか、結構ね、おしゃれな、おしゃれなのがお店あるイメージ。これから晩ご飯。いいね。何を食べるんですか？
次？岡山は、まあ当分行く機会ないんじゃない？たまたま連続で行っただけで、そんな、岡山に、そんなにね、ない。行く機会ない。まだ仕事で岡山言うて3回？ 4 回？ 4 回とかしか行ったことない。今回の2回含めても4回。5回も行ったこと、あ、でもツアー含めたら5回か。いや、あ、でも、クリスマスコンサートも前やったけん、6回か。でもほんとそれぐらい。そう、ライブ入れたらプラス2されるぐらいで。うん。あとは、千代さんと、アリオにラジオ行ったのと、ぐらい。意外とそんなないね。あんまないです。広島はね、もう一通り行きたいところは行ったんですよね。まあ、机が白いとかそういうこだわりはあまり出さなければ、まあもうちょっとお店あるっちゃあるけど。あるっちゃあるけどって感じ。ケンジさん、柴犬さん、20世紀ともちゃん、スマイルさん、しんいちさん、ありがとうございます。プライベートで岡山ね。倉敷は行きたいけど、美観地区は行きたいけど。微妙な距離だよね。絶妙な距離。広島から。ゆきさんがセラピトカフェ行くみたいな話してた。そう、まあ予定的にはあったんですけど、オキさんの諸事情により延期です。オキさんのカフェデビューは延期です。割と距離あるよ。だって、新幹線乗って4、50分なので、それ行くって考えたら福岡帰れる。そう。それ行くって考えたら福岡に帰れるぐらいの感覚。40分かな。まあまあ、そんな、うん、まあまあまあ。
福山2日あるから福山に泊まるのって、あ、岡山、そうしたらいいじゃん。私たちは無理ですよ。メンバーはそんなことできないけど、みんなはいいんじゃない。福山の間に岡山、まあでも空は遅い時間なんで、さらにさらの私から来る人はそんな行っとる暇はないかもね。最後の時間まであるので、終わってから移動しようとかは無理かもね。まあでも4、50分かけて岡山行く時間があるってなったら、さらは1時間かけて福岡に帰りたいってなるかも。休みがね、いっぱいあったら、いっぱいもう何どこでも行く時間がありますって感じやったらね。まあでも倉敷はね、美観地区は全然行きたいんやけど、そう、全然プライベートでも行きたいぐらい行きたいけど、まあでもいずれなんかロケとかで行く機会もありそうっちゃありそう。微妙だね。リンコの卒業公演入りました。あ、そらね、そのリンコの卒業公演ちょっとでも押したらお見送りとか最後の方出れない可能性大なんですよ。まあね、主役はリンコなので別に、まあ大丈夫だと思うけど、見に来ている人はリンコを見に来てるだろうから、大抵の人大丈夫だと思うけど、ちょっとスケジュール的に押せば押すほど出れません。美観地区一人で行ってもすることなかった。でも この前のリリーベの岡山の時があれなんじゃない、なんかサミットのなんかサミット関係でなんかあんまり空いてないみたいな、なんか聞いたよね。そう、サラがずっと美観地区行きたいみたいな、岡山のメイクさんにね言われたんや。次合ってるからどうたらこうたら、あともう夕方早くには閉まるから、もう閉まり始めると、もう閉まりかけだよみたいな言われたんよね。そう、行くなら早く行かんとね。なんかそういう食べ歩き系の場所ってさ、結構閉まるの早かったりするよね。
デニムまんとか食べたいんよ。倉敷の。食べ歩き。京都も行きたい。てか一番は嵐山に行きたい。もう、圧倒的食べ歩き。やん、あそこは。圧倒的食べ歩きスポット。あ、それあれ買った。そういえば。そういえばね、そういえば。前ね、小栗有以さんが、なんだっけ、ラビットかなんかの、ま、番組で、行った時に、岡山で作っとった、ムラスズメ。買ったんだ。岡山駅で。時間があったから買ったんだ。忘れるところだった。ムラスズメ。僕も買ったよねって。知らんけど。それは知らんけど。昨日買ったんや。昨日買ったのに、は、忘れる。食べようかなって思ったけど。やっぱいいや。予約したら焼けるらしい。そう、それやっとったんや、小栗有以さんが。そう、それをやってらっしゃったのを見て、ムラスズメを知りました。それまで知らんかったけど。それで知った。なんかバラ売りしてあったんや。結構、いろんなものが。そう。いろんなものが、バラ売りされてまして。その、バラ売りの、中に、そう、やっぱね、箱で、めっちゃ何個も入ってるってなったら、一人でそんな、